すすきだ休勤5月19日から1945年10月9日は、日本の詩人、随筆家。本名、淳介。クレフエ州、白洋宮などで、島崎東村、土井万水の後を継ぐロマン派詩人として登場。また、象徴派詩人として、神原有明と編称された。大正以後は、詩作を離れ、沢、草木虫魚などの随筆集を書いた。 1877年5月13日、岡山県浅口郡大江津良島村に、父、徳太郎、母、佐都津の長男として生まれた。父は、村役場の初期で、徘徊をたしなんでいた。玉島高等小学校を経て、岡山県人情中学校を中退。 1894年上京し、上野書籍館に通いながら漢学塾の二小学籍で学んだ。1897年、帰京すると、いくつか詩を作り、新著月間に旧金の画号を用いて投稿、後藤中外、島村宝月らに絶賛され掲載された。翌年第一詩集、クレフエ集を、観光、商店地を編集しながら、 名星などに死を乗せ、ゆく春、白洋宮など、古語や漢語を多用した詩風で、神原有明と共に、旧金、有明時代を築き、島崎東村、土井晩水後の明治後期の師団を背負って立った。1906年12月、京都で、市川治と結婚、翌年長女が誕生。この結婚をきっかけに施作が減る。 明治の終わり頃から一時小説に興味を移したが、結局随筆に転じ、試作を離れた。国民新聞社、帝国新聞社に勤めた後、大阪毎日新聞社に勤め、1915年、沢の連載開始。これは、茶を飲みながら喋る気楽な世間話という意味で、古今東西の噂話、失敗談、面白おかしい話を幅広く紹介している。 大阪毎日新聞、東京日日新聞、サンデー毎日、暗く、文芸春秋他に執筆され、違本が多い。1917年、パーキンソン病に罹患。1919年、大阪毎日新聞社学芸部部長に就任し、西宮市に在住、自邸を、雑草園と名付けた。芥川龍之介を社員として招聘して、 多くの文章の発表場所を与えた。1923年、病気が悪化したため、休職。晩年は口述したものを夫人が筆記していた。1945年10月4日、意識不明となり疎開先の茨町から貫島に戻ったが、10月9日に尿毒症で死去した。68歳遺没。改名は、死生給金孤児。 土井万水が旧金に送るスミレを積んだ、キーツの墓。墓所は、倉敷市津良島の聖火の裏山にあるススキダ家の墓地。墓石の正面には、旧金ススキダ君の墓遊宝所。右側には、明治10年5月19日生、昭和20年10月9日、没行年69歳。左側には、とも皆離れて、ロケキキビの野に君は寂しく一人去りしか。 菊池雄法と刻まれている。1954年、倉敷市良島西の浦役人社境内に、ああ山戸にしやらましかばの肉質原稿文字を刻んだ、花崗岩の六極屏風型の死費が混流された。さらに1965年には、津山市政の口町法事境内の大井町のもとに、井町下に立ちての死費。1979年には、 大阪市中央区東なる北公園内に、金剛山の歌の指揮が混流された。1999年、聖火は倉敷市の所有となり、2003年7月から無料で一般公開されている。旧金が書斎にしていた建物は失われているが、江戸末期明治初期に建てられた母屋は、改修復元され、明治時代を忍ぶことができる。屋内には、 遺族から寄贈された遺品と資料の一部が展示され、旧金ゆかりの樹木が植えられた庭には、ああ、マトにシアラマシカバのビゼニ焼キシヒが置かれている。ありがとうございます。